どうもー。はい、こちらですね、宇宙科学資料センターでございます。宇宙です。行ってきたいと思います。はい、いや宇宙っていいですよね。宇宙宇宙宇宙、いやいい、宇宙宇宙に行きたい、宇宙に行きたいな。宇宙、宇宙いいっすね。宇宙いいね。宇宙いいっすね。宇宙、宇宙ですよ。宇宙いいな。やばいっすね。すごいな。宇宙。あ、こんなのも、まあ、模型か。すごいっすね。結構飛ばしてるんですね。だいぶ飛ばしてますよ、これ。だいぶ飛ばしてる。これめちゃめちゃ飛ばしてる。結構飛ばしてますね。まだ GPS とかもこのロケットのおかげですよね。そう GPS ロケットのおかげですから、すごい飛ばしてる。すげえな。そう、いやこれはやっぱねワクワクしますね。いや宇宙いいっすね。宇宙いいわ。これなんかこういう機械ですね。レーザーレスポンス。いやーすげえな。いやこれすごいですね、マジで。宇宙、やばいっす。なんかすごい、これの心臓部案外これね、まあ、触っちゃダメですけど、これは車のフューズと一緒じゃないかなっていう。こう車のフューズとフュージュ一緒ですね。なんかね、車の、すごいわ。すごいわ。いやすごいですね。おお、ちょっとすごい、なんか異様な感じですね。すごいすごい、ロケットすげえな、これすごいな、これすげえ。いやーやっぱワクワクしますね、これね。やっぱ宇宙やばいっすね。宇宙っていいよね。ワクワクするわ。すごい、ロケットめっちゃ飛ばしてる。あ、すごい、これあれですじゃないですか、これ火が吹くやつ。あ、すごい、これこっから火出るやつじゃないですか。こっから火が出るやつ、ブワーみたいなね。すごいな、まあ、こういうちっちゃいね部品。あ、日産自動車株式会社宇宙航空事業部っていうのがあるらしいですよ。へえ、すげえな。日産も宇宙空港事業部っていうのがあるんですね。すごい、日産が部品を下ろしてますね。すごいな。やっぱいろんな部品からこうロケットっつうのがね、こう成り立ってんだなっていう。今度のセミナーもそのいろんな部品をどう組み合わせればいいのかっていうね、このちっちゃい部品がね組み合わさってようやく宇宙に行けるわけじゃないですか。この部品がないと、まあ、でっかい部品もあればさっきみたいにちっちゃい部品もあるわけですよ。
全ての部品をうまく組み合わせないと宇宙まで行けないんですよね。だからいろんなテクニックを加味しないといけないということでございますよ。ですよね。いろんな部品をちゃんと組み合わせないとロケット飛ばないですからね。ちっちゃい部品も。すごいですね。だからこういう部品もあるんですよね。こういう部品。あ、部品じゃない、これ配線ですよね。あ、これなんかすごいな。すごい、なんかこれすごいな。ロケット電子装置 NEC ですね。今度すごいな。古いなこれ。いや、すごくないですか。うわ、出た。こういうちっちゃい部品もね、やっぱね、あってロケットが飛ぶわけですよ。あ、すごいなこれ。細かいなこれ。いや、これでもね、作るのってすごいですよね。これ作れるんですよ。やばくないですか。人間がこれ作れるんですよ。これよく、どうやったらどうなら作れるよ。よう作れるなこれな。日の出、これ飛んでんだもんな、宇宙に。人間ってすごくないですか。すごいな。これなんか、あけぼのありました。あけぼの飛天、銀河、水星、先駆け、単星、火の鳥、天馬、大空、のぞみ、はやぶさ、すさく、はるか、かわいいねこれね、はるかちゃん、あすかちゃん、ようこ。なんかここら辺、なんかちょっとあれで名前つけた人、あの女の子をちょっとイメージしてるのかな。あすか、ようこ、はるか、のぞみ、ね、ここら辺女の子っぽくないですか、はるかみたいな、ね、ここら辺からちょっと、ちょっと、あれじゃないですか、うん、ここら辺古いね。すごいな。あ、これですよ、これ。もうこれめっちゃちっちゃくないですか、これ。これで、この1個でもダメだったら飛ばないわけじゃないですか。ね、この1個がもう飛んでたらね、ダメなわけですよね。すごいな。あ、古い。これなんだ。昭和45年の新聞ですね。日の丸惑星やっと成功。ついに飛んだ国産衛星。東大15年悲願なる地球回る大隅、世界第4の先進国に。昭和45年ですかね。へえ。いや、すごいね。いや、すごくないですか。やっぱすごいな。 M3、 いや、古いなこれ。これ超古くないですか、これ。これ古いな、これ古いね。年季入ってる。すげえな。あ、これなんか昔の中出てきそうですね。これでも作って、これも作ったのすごいですよね。よう作れるな、これなのね。あ、これドラゴンレーダーじゃないですか。これドラゴンレーダーっぽくないですか。これドラゴンレーダー、これドラゴンレーダーっぽいですよ。いや、宇宙いいっすよ、マジで。燃えるな、宇宙いいな。やっぱ宇宙ですよ。やっぱり宇宙だね。いやー、いいね、宇宙。やっぱね、宇宙ですよ。すごい。すごい。これなんか、なんだこれ。日本電気が出品。これ
宇宙植民地、地球上は人口が増えるにつれ私たちはだんだん住むところが狭くなっている。このように時の宇宙に住む実際スペースコロニーである。コロニーが中心部で移住としてしまえる。すげえ。あ、もう宇宙コロニーじゃないですかこれ。これもうここで住めるぞみたいな。農場、移住区、すげえ、放射ドッキング。この模型は昭和50年に、すげえ、昭和50年にもうこの案が出てるわけですよ。すごくないですか。昭和50年にもう、すごいね。すごいね。見てください、このなんかウルトラマンに出てきそうな、これウルトラマンに出てきそうなあの絵面じゃないですかこれ。これなんかウルトラマンですよね、これなんかウルトラマン的な感じじゃないですかこれ。これいや、これこれガチガチな感じですね。でもウルトラマンっぽいですねこれね。これ古いなこれ。でもこれで飛ばせたんですよ、すごくないですか。これで飛ばせたっていうのはすごいね。これで飛ばせたんですよ、これで宇宙、すげえな。いやー、宇宙っていいよね。あ、出た、出口、自動販売機。まさかの最後のアップセル。最後に置いてありましたよ、アップセル。アップセル、まさかの自動販売機じゃないですかこれ。宇宙の980円ですねこれね。いや、やっぱ最後仕掛けてきたねこれね。これ自動販売、しかもリラック、あ、リラックマンじゃない、ちょっと待って待って、リラックマンですよ、やばくないですかこれ。1810円、リラックマン。ちょっと待って、リラックマンのこれちょっとやばくないですか。ちょっと買おうかな。ちょ、リラックマンのやばくないですか。ジャクサ、これちょっとあの買います。買います、戻って。これやばくないですか、ちょっと2つ買おう。ちょっとこれはここでじゃあ多分ここでしかあんま売ってないですよねこれね。見ないね。でこれ初めて見た。これやばないですかね、これやばいですよね。これ僕買おう、2つ買いましょう。買います。高いけど。いや、これはねちょっとねプレミアじゃないですかこれ。まさか、まさかのジョイントですよ。え、リラックマとジャクサジョイントしてますよこれ。やばないですかこれ。これちょっとジョイントしてます、ジョイント。ちょっとやべえ、ちょっと買います。